トロノモンニュース終了に伴い、いろんな方が番組についてコメントされています。例えば、2022年11月15日火曜日のトロノモンニュースでは、トラ8視聴者からの手紙を読み上げていたりしました。ずっと見てきた番組なので、込み上げてくるものがあります。続々と各コメンテーターさんの発言も出てきましたが、その中でも一平さんを挙げる声が多いと感じました。御礼ライブ、トラノモンニュースの最大の功労者は〇〇だ。ある意味、歴史に残る偉業かもしれない。こちらでは、百田直樹先生が複数の方を功労者として挙げておられましたが、その中に一平さんの名前もありました。タイトルの最大の功労者についてはネタバレになるので、動画をご覧いただく方がよろしいかと思います。また、番組終了、トラノモンニュースが変えた言論空間、デイリービルでは、4分くらいから一平さんの凄さについて山根さんが語っておられます。トラノモンニュース終了について、武田つねやすチャンネル2では、以前にもご紹介しましたが、武田つねやすさんも、一平さんの活躍の場が減ることを危惧されたとのことです。また、須田さん発案の闇鍋ジャーナルへの協力をされています。その闇鍋ジャーナル11回では、トラノモンニュースで話していた通り、長谷川幸宏さんが登場されていました。皆さんおっしゃっていますが、一平さんは博識で、それは〇〇ですね。と合いの手を入れるとコメンテーターの方がよく知ってますねと驚くシーンが多く見受けられました。私はウィークリートラノモンニュースの歴史マジやばくねのコーナーが好きなんですが、毎回感心しながら聞いています。分裂が多い保守界隈にあって、一平さんの露出の機会を何とかしよう、一平さんを助けようという動きがあるのは今までにない流れと感じます。トラ8が終わるというバッドニュースの中ではありますが、一筋の光が差したようにも感じました。ケンカー君のチャンネルが終わるのが一番のグッドニュースだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。